はい、こんにちは。こんにちは。ということで、今日も試し引きしていこうと思ってはいたんですが、ということで、まあ、こうね、かしこまって3人並んでおりますけれども、まずご紹介しておきましょう。いつもお世話になっております、奥野さんです。はい、こんにちは。そして、河合さんです。はい、どうも、ご無沙汰してます。はい、ということでですね、まあ、この3人ということで、はい、あの製品、まあ、プロビデンスの。そうですね。まあ、かねてからですね、まあ、ずっと、共同開発で、作らせていただいてたあのケーブル、はい、どうなったんだと、ついにですね形になりまして、販売ができるようになりましたと言いたかったんですけど、 お披露目にしたかったんですけど、はい、結論から申しますと、はい、こちらのケーブルプロジェクト一時延期凍結という状況になっております。まあ、その経緯なんでだというところをですね、まあご説明する動画ということで、まあ3人集まりましたということなんですけど、まあこれですね、まあだいぶ前に完成してたんですよね。そうですね。まあ実はもうこのね、お渡しプロトタイプね、最初プロとも、もう去年のね、そうそう、あの段階でお渡し、年末の段階でお渡しをしてて、前から。で、気に、めちゃめちゃ気に入って、わ、音いいわと。で、見た目もかっこいいわという動画で多分チラチラ出てたと思います。はい、あの、伏線を張ってたんですよ。これいいぞと。見ました、ね。で、できたらもうあれだったのかって言っていただきたかった。うんうん、っていうことで、まあいろいろこう使っててんですけれども、まあ今こういう状況になってるんですが、まあこれね、まあ年始、まあ今年の頭ぐらいに発売予定ではあったんですけども、まあいろんな事情でと。まあその説明する前にですね、まあこれどういうものだったかという、さらっと見せてますけれど、結構かっこいいんです。どこから行こうかな。このプラグですかね。これですね。うん、プラグはこのね、削り出しのものを使って、で、さらにこれ、スリット、なんかスリットが入ってるんですね。うん、そうですね。これによって、ここの緩みがないと、うん。うん。緩みが少なくなる。こうね、使ってるうちに、やっぱりここ緩んでくるっていうのが多いので、ね、うん、そういうのをちょっとこだわって作ったんです。あと、ここフィニッシュですね、うん。これちょっとヴィンテージライクにかっこいいのこだわってやりましたよと。新中っぽいですね。若干、その塗装かけてありますからね。うん、はい、で、もう音はもちろん、さっきもかなりこだわりにこだわって、何回もやり取りして、何回も組み合わせ、これがね、やっていいのに、奇跡的にたどり着いたという音質と、でさらにこのシースというか、このねスリーブというか、これがもう僕のやっぱり一番のこだわりだったんですけど、国内でめちゃめちゃ難しいと。そうです。もう私も最初も山口さんからね、お話をもうこうこのツイードっぽいやつをシース、まあやりたいと言った時に。まあ、いわゆる50年代のこうツイード感を出したかったんですよ、ヴィンテージね。それでドキッとちょっとしたんですね。うん、いやもう国内はこれないだろう。ないですね。ちょっと頭痛いだろう。そうそう。で、もう、他のね、実はね、ご提案もしたじゃないですか。いろいろね、そう、こうじゃダメなんですか。ダメですかね、これじゃないですか。いや、いや、却下だと。これじゃないと。これじゃないと。結構厳しかったですね。そう。それで、まあ、言いまして。もう業界から出て、ウルトラシーで、うん、なんとかね、こうやれるところをね、やっていただけるところをちょっとね、見つけまして。靴紐メーカーさん、はい、靴紐なんですよ、ね。普段は靴紐を作られているところに、はい、ケーブル電線ですね、持ち込んで、うん、なんとかこれ負けないですかねって言ったら。そんなことできますかっていう、そういうウルトラシーがあって、この状態になったと、はい。これかっこいいですよ。うん、もうこれなら問題ないと。ありがとうございますって言ってた。うん。で、さらに、長さですね。あ、まあ、そう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 、ね、5メートル、3メートルだけじゃなくて、こだわりのね、うん、2メートル、4メートルがいいのか、1.8 がいいんじゃないかとか、うん、まあ、細かい話をこう、まあ、詰めて、で、さらにはパッケージも、はい、まあ、皆さんに喜んでもらえる、こう、所有感、ね、喜んで、こう、あ、いいものゲットしたって思ってもらえるようなパッケージとかもいろいろ検討して、こう、年始に間に合わせようとやってたんですけども、そこから、今、これ、4月入ってますけど、ですね。はい。これご報告する前に、なんでこんな時間かかったかと、いうところを、まあ、ちょっと、奥野さんの方から。いやいや。本当に申し訳ございません。まあ、実はですね、説明しますとですね、実際、このケーブル作るの必要な原材料。はい。
この特に銅とかですね、うんうん、この辺がですね世界的に流通がもう大混乱を起こしてて、実際このモデルを作るのに必要な原材料がですね、うんうんうん、入手がねできなくなっちゃったんですよ。あの製造寸前に、うん、もういろいろとですねこの銅だけじゃなくていろんな素材が今世の中ですね、うんうんうん、まあ、ニュースなんかで皆さんもご覧になってるかもしれませんけど、いろんなものがちょっと供給がね止まってるものがあったり、うんうんうん、まあ、特に半導体とかはよく話題出ますけども、はい、うんうん、そういう中でやっぱりあのケーブルの材料がですねなかなかますし、うん、で皆さん銅ってあのケーブルってよくご覧いただいてるんで、そうですよね、何言ってんのって思われる、まあ、あるんじゃないって思われるかもしれないですけど、うんね、ところが実はこの電線でしかもこの音声信号を通すギターケーブルとか作る工場さんって実は世界的にもそんなにないんですよ。でそこで入る素材っていうことになってくると結構厳しくなってるっていう。そうですよね、かなり状況が厳しくて、まあ、これを生産する、まあ、皆さんに供給するだけのものが確保できなかったと、はい、それでまあ結局そういったちょっとまあ、発覚そまあ情報をいただいて、なんとかもうここまで進んでるんで、いやいやいやここでちょっ と, といやいや止めるとかちょっとないでしょうないでしょうと思って、で私もまあ含めてまあ当然奥も含めてまあみんなでこうなんとか部材が手に入らないか、これを作るためので、もう本当にいろんなところ駆け回って、いやこれぐらい欲しいんですよっていう話をさせていただいたんですけど、どうしてもこう状況が悪くなる、うん、悪くなる一方で、うん、どんどんなくなっていく方向っていうところで、やっぱりちょっと供給が本当にやっぱりされてないっていうのを感じて、でちょっとこのままずっと引き延ばすわけにもいかないなということで、まあ、先般ちょっとお話しさせていただいて、だそこの確認、まあ、確定できるまでちょっと時間かかってしまったと。そうですね、そうですね、だから実はちょっとの望みがあったんですね、でなんとかこの1ロット分とか流す製造してお届けする、ちょっと実は望みが少しあったはあったんですけど、最後のところが立たれたのがつい最近という、そう、だまあそれでちょっとまあ緊急ですで、まあこういう動画をちょっとね、そうですね、撮らせていただいてるんですけれども、まあそういうことなんですよ。いやもう非常に、はい、はい、うん、この電線だとか、まあプラグもまあ銅が入ってたりとか、うん、まあ中にね他の部材がありね、まあそれちょっと細かく言うといろいろまた影響が及んじゃうので、あまり言えないっていうお話なんですけれども、まあそういうところでちょっと難しくなってきたと。でまあそうなってくると、プロビデンスさんの製品自体もちょっとどう大丈夫かって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、その辺もちょっとお伺いできればなと思うんですけど、実際このモデルの材料も入らなかったっていうのもあるんですが、それ以外もですね入手が困難になってるものも正直言って少しあるんですね。ですから一部生産がねちょっとできなくなってるものもあるんですが、ただ実際新しいこう素材を入手できるルート、それなんかもだんだん少し見える雰囲気が出てきているので、それはちょっとね一筋の光という感じで、そうですね、そういう感じで今実際私たちもこれを諦めずにですね、そうですね、やれるっていう感じにはなってきてるという。いや諦めない、諦めない、このプロジェクトはもうここまでね来てますし、で、ある程度こうレシピも一緒に作らせていただいたんで、その部材のねもの供給が戻れば、そうですね、また再開できる、可能性非常に高いですし、まあ、いろいろ状況を見ながら、まあ、できるだけ早く、はい、またこれまた実現したいなと、そうですね、まあ、そうね、材料の、まあ、いろいろ変更もあるかもしれないですけど、はい、まあ、これよりも良くした形で、そのもう間違いなくね、さらにブラッシュアップするぞぐらいの勢いで、ちょっともう一回、作り直すと。そうですね。だからまあここの部分はもちろん踏襲しつつも、そうそう、さらにこう今後まあ、時間的猶予もちょっとね、はい、できたんで、まあブラッシュアップして、そうですね、よりこうまたテストを重ねたりね、まあ音の方向性も出てるし、まあこのルックスももう確定はしているので、はい、基本的にはもうあとは回復を待つのみという形になっておりますので、はい、引き続き、はい、応援のほどをよろしくお願いします。まあいろいろね、ギタリストちょっと心配な部分もありますけれども、
まあちょっと待つしかないと。はい、そうですね、まあ、今回に関してはちょっと、うん、そういった結論になってしまいますかね、うん、はい、なので、まあ、まだねちょっと希望は持って、はい、うん、捨てずにいただければなと思います、必ずこちら実現しますので、ぜひ楽しみに待ってくださっている方はもう少しお待ちください、はい、お待ち願います、はい、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます、引き続きよろしくお願いします。